どうも、腹立つプレーの選手見てたらなんか顔まで腹立ってきた時あるよね。でおなじみレオザフットボールでーす。あ、なんか歌手とかでもね、なんかいろいろスキャンダルとか、なんか女性問題とかね、浮気とかそういうのがね、発覚した後に、その人の CD ヤフオクにめっちゃ出されるみたいなね、あ、好きじゃなくなっちゃったんだみたいな、歌聞いてても腹立ってくるようになっちゃったんだみたいなことありますけど、というわけで始まりました、レオザフットボールによるトークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。こんなコメントいただきました。WARRFCR7 さん、今日のレアルの試合見たけど、やっぱりバスケスはレアルのレベルの選手じゃないというわけで、これにですね、なんといいねが9件もついているというわけで、まあ、僕的にはですね、レアルの選手なんですけど、かばいたくなってしまうような、そんな悲しい事態だと思って、このコメント取り上げさせていただきました。確かに、バスケスですね、プレー精度ですね、まあ単純にうまさですか、やっぱりレアルの周りの選手、特にですね、このレアル対デポルティボ戦ですね、 BBC が休んでイスコ、ハメス、アセンシオ、あとコバチッチとか、まあ足元うまい選手たくさん出ましたね。そういった選手の中に入ると、確かにバスケス、確かにバスケスですね、あーそこミスっちゃうかとか、その1対1外しちゃうんだみたいなあるんですけど、まあ本当にね、守備だったりとか、本当あそこにいてくれたかっていうようなね、そんなプレーの多い選手で、このねバスケスのいいところっていうのをですね、この試合もう改めて感じたんで、お話しさせていただきたいと思います。まず上下運動ですよね。まあ右サイドでの、まあオーバーラップっていう風にウイングなんて言わないんですけど、まあ斜めに入っていくダイアゴナルな動きだったり、外に張ってクロス上げる動きだったり、下がってですねサイドバックの守備をですねカバーする働きだったり、そういったですね運動量の面、僕がよく言うボールがないところの動き、こういったところをですね非常に高いクオリティでたくさんこなしてくれる選手なんですね。そういったところで僕バスケスのことをすごく評価したいなという風に、そんな風に思います。特にこの試合サイドバック、右のサイドバックに使われた選手がダニーロでした。もうレアル見てる方ならおなじみですけども、守備が不安、守備が不安って言われますね。まあ対人よりもどっちかっていうと、あのセンターバックが空けたスペースへのカバーリングだったり、そのですね前もった予測の、ディフェンスっていうのがあまり得意じゃない選手です。ただこの試合結構ね押し込んでた時間帯が多いこともあって、前に出てって守備をできたりですとか、まあセンターバックへのねカバーリングもいつもより集中力高くやってまして、ただダニーロが空けたスペース、例えばセンターバックにダニーロがですね右サイドバックから寄っていきますと、そうなりますと右のねスペース大きいとこ空いてしまいまして、相手のサイドバックがオーバーラップしたりですとか、まあ上がってきた選手、サイドに流れてきた選手に、まあウイングの選手にダニーロがついてったらこうね使われてしまいますね。そこをですねきちんとサイドから戻って埋めていたのがバスケスでして、この辺やっぱ怪我でコンディション悪いベールは全然できないですし、アセンションも時々サボりますね。そうなると守備面で危ないところを埋める動きっていうのが、バスケス非常にできて、この試合もすごく効いていました。なんでですねバスケスがいることによってダニーロも守備をね前から頑張ってくれるんで、取りどこを定めて後ろから、いけますし、逆にですねこう守備でディフェンスの方でセンターバックに寄りすぎた時もですね、そこをちゃんと、このバスケスがカバーしてくれるんで、ボール奪った後にダニーロが一気に前に上がってくみたいなね、ダニーロの良さも出るようになりましたんで、このねバスケスのような選手、特にターンオーバーで後ろにダニーロを使わなきゃいけなくなった時なんかはすごく必要になると思います。で最初にちょっと言ったように中に入っていく動きですね、モラタがゴール前にガーって行った時なんか中のスペース空きますので、斜めの方向からガーッと入ってきてですね、センターバックだったりボランチがもうね注意を向けれない、もう意識の外から来る攻撃、ガンツ大阪編でいうヌラリヒョンを倒した時の攻撃みたいな、そんなのをですね、バスケスがやってくれますので、まあ、このねバスケス、あとはプレー精度、まだ若い選手ですし、体もねもっとごつくこれからなってくんじゃないかと、まあなんないからこういう動きできるのかもしれませんけれども、ちょっと来シーズンの、レアルマドリードでもしかしたら一番評価されてるのは実はバスケスかもしれないなっていうふうに思いまして、ここで話させていただきました。そしてこんな質問もいただきました。チェシーさん、シティが昔のようにジェコ、ネグレドなどがいて高さある時ならデブライネ右に使ってブリントのところを高さの面で突くこともできた。確かにそうですね、すると今回のようにモウリーニョはフェライニを使ってもいいと思いますが、今のシティは前線アグエロ、サネ、デブライネ、スターリングのようにスピードのある選手ばかりなので、やはりフェライニはいらない。このねスピード面で対応しなきゃいけないってことは、高さだけのフェライニはいらないってことですね。フェライニを使った意図が私のサッカー IQ では分かりません、誰か教えてくださいというわけで、期待して使ってるのかもしれませんが、フェライニはね高さしかなくて、なおかつ集中力がないんで、ああいったね退場になるようなプレーだったりセットプレーでマークを外してしまうっていう、まあこういったね、見解に僕
の中ではなってますので、最終的にはモウリーノの意地、前にね、守備固めで使ったフェライニが、肘振り回して、退場になって、それでですね、すごくメディアに批判されたりとかしたところありますので、そういったところで自分の決断は間違ってないっていうのプラス、フェライニもね練習とかすごい頑張ってるみたいなんで、そういったところで好かれてるのかなと。まあこの辺は本当ね、最終的に自伝が出るまで分かんないみたいな、感じなんでしょうか。ただそれだけですね、モウリーノがフェライニ使うように空中戦って大事だとね、リバプールでもなんでエムレちゃん使うんだって言われてもね、まあメンバーがいないのもありますけれども、やっぱり空中戦大事っていうところで、だったら空中戦めちゃめちゃ強いイレブン作ったらすげえ強いチームになるんじゃないかと思って、今回考えてみました。空中戦最強ベストイレブン、では行きましょう。まずゴールキーパークルトワー、はい、もうクルトワーでもノイヤーでもね、もう正直、すごいね、空中戦安定感あるキーパーならまあ誰でもいいって言うとあれですけれどもね、よくですねチェルシー相手にですね、まあハイボール、あのサイドからのねクロスを送り込んでくるチームがあるんですけど、クルトワーそこねすごく、上手に対処して、クルトワーの場合はあの人混みかき分けてですね落下地点入るっていう能力がすごい高いっていうね、ところがありますので、ここ入れさせていただきました。では行きましょう。フォーバック左からキエリーニ、ゴディン、ファンダイク、セルヒオラモス、はい、やっぱり空中戦で強い選手になりますと、今ね純粋にサイドバックやってる選手っていうのはなかなか難しくて、過去にねサイドバックをやっていた経験のある、センターバックを、2人ともサイドバックに使いました。キエリーニね、バルサ対、ユベントス戦でもうねマスチェラーノから、まあマスチェラーノが強くないっていうのがあるんですけれども、サイドからのクロスにもうね上からドーンね、ヘディング決めていましたけれども、この辺ねユムティティと迷いましたが、キエリーニにさせていただきました。でゴディンですね、ゴディンはフットボールスタティクスっていうですね、サッカーのデータサイトの方で、リーガで一番強いセンターバック、空中戦が一番強いセンターバックっていうデータが出てましたので、ここ入れました。まあトリチコでのねプレイ見てても、もう守備のヘディングもね、あと攻撃のセットプレーでの、ヘディングもすごくいいので、このゴディンを入れまして、そしてファンダイクは今怪我していますけれども、プレミアで非常に、空中戦強いセンターバックで、このデータサイトのランキングに入っていましたので、こちらも入れさせていただきました。でセルヒオラモスはもう説明不要かもしれません。もうこのねディフェンスに関してはもうあの人いませんかっていうふうに言われるの多いと思うんで、こうざっと上げますと、やっぱり、レスターシティの2枚フートとモーガンですね。ただフートモーガンに関してはちょっと体勢が悪かったり、速いクロスへの対応、そういったところでやっぱり前線の守備が頑張ってくれないと厳しいところがあるので入れなかったのと、あとデータサイトで良かったのはオタメンディですね。あとトプラク、リバプールのマティプ、ロブレン、あとは、バルセロナのピケ、でマティは入ってなかったんですけれども、この間ねアルバをわざわざ外してまで、ルイセンリケが入れたですねマティウですので、ここに入れる必要もあるのかなっていうふうに思いまして入れました。であとはドルトムントのソクラティス、まあバイルンゼはね、言うまでもなくって感じで、あとは、アーセナルのコシェルニ、ムスタキとか、あとバイリーですね、ユナイテッドの、まあ上げたらキリない感じでして、まあこの辺の中で一応データサイトと照らし合わせて僕のプレーを見た印象で、この4枚にさせていただきました。では行きましょう。中盤です。左からデレアリ、ビダル、カマーチョ、クリスティアーノ・ロナウド。はい、デレアリはですね、まあトテナムですと、まあ左の、ウイング的なポジション、トップ下、そして 3-4-3 のシャドウストライカーっていう、いろんなね、まあゴール前に飛び込んでいくポジションで、使われる使い方が多いんですけれども、やっぱり右から入ってくるクロスに対してですね、まあトラップからのシュートも上手いですし、ヘディングも、すごくいいと思います。なんでですねレアルマドリードでやっぱクリロナの後継者的な感じで狙ってるっていう噂が立つのかなって思いまして、ここに入れました。でデレアリが左なんで、まあ右に流れてプレーすることも多いですし、僕はね、クリスティアーノ・ロナウドの、若い頃のねシザースフェイントからそっからクロス入れるみたいなプレー好きでしたんで、右にクリロナを戻して、まあ、この間ね、レアル、バイルン戦でしたっけ、あバルサ戦かで右にねクリロナが入ったところから始まりましたんで、右にクリロナは、ヘディングめちゃくちゃ強い選手で、もうジャンプ力レベル違いますんでね、ここ入れまして、で中盤の2枚ですね、ここは一応ビダル、ビダルとカマーチョという、このカマーチョの方はあんまりね、馴染みないでしょうけれども、マラガの選手ですね、このマラガのカマーチョ、まあ、この間ね、バルサに勝った時も非常に中盤をね、アンカーとして引き締めていまして、このデータサイトだと、スペインのミッドフィルダーで、空中戦での勝率がですね、一番高かったので、この選手入れさせていただきました。でですね、他の選手ですと、フランスリーグの、アンジェというところにいるヌドイエっていう選手が、このデータサイトのミッドフィルダー部門では一番ですね、ヘディングの勝率が高くて、あとはですね、レスターシティのヌディディ、あとは、セビージャの、ヌゾンジ、この辺ねやっ
っぱりアフリカンってヘディング強いのかなというふうに思いますね。あとはアスレチッククラブのラウル・ガルシア、あとインゴルシュタットのレッキー、この辺がですね中盤の選手で空中戦の勝率が高い選手でした。やっぱり前線とね後ろの選手に比べて、競る機会自体が少ないっていう感じなんで、なかなかね空中戦強い選手を見つけるのは難しかったんですけれども、まあデータだけだと面白くないんで、僕の印象と、データサイトとあと実際にプレー見た感じで、この2選手にさせていただきました。では最後行きましょう。フォワードです、ツートップです、ベンテケ&イブラヒモビッチ。はい、もうベンテケね、1試合プレー通して見た方、もうほんとこの間のリバプール戦とかよく言われてますけど、もうねリバプール入る前からじゃないですかね、もうほんと空中戦、ポストプレー、ヘディングでのね競り合いだけじゃなくて、ポストプレーもですねもう理不尽に収めるんですよ。なんでそういったところも空中戦に含めると、このベンテケすごいなと。でイブラヒモビッチはまあ空中戦もそうですし、そのね胸トラからの収めだったりとか懐の深さですね。なんでこの2枚がやっぱベスト11で選んだ時に、相手からしたら一番嫌な2トップじゃないかなっていうふうに思って選ばせていただきました。あとね純粋な強さで言うと、空中戦の強さで言うとキャロル、ジル、クラウチ、そしてですねあとはワトフォードのディーニー、あとさっき言ったアスレチッククラブのねラウル・ガルシアの前にいるワントップのアドリスだったり、今シーズンね名を挙げた、ケルンのモデストで、バイエル・ミュンヘンのレバンドスキーとか、まあこの辺とかはですねもう入って当然のような、選手たちだと思います。まあこれ以外にもねいろいろいると思うんですけれども、僕の中でいろいろね、見た印象と、データを照らし合わせて11人ここ選ばせていただきまして、今挙げた人以外でいましたらぜひともですね皆さん、教えていただけると、明日の動画とかで紹介できるんで嬉しいです。でですねすごく面白いニュースがありまして、イングランドのミラーという、新聞が伝えたデータによりますと、 2013-14 シーズン以降でプレミアリーグで最もヘディングのゴールの多いチーム、これがですねアーセナルだったんですね。アーセナルって華麗なパスサッカーをしてるイメージありますけれども、やっぱりね、ジルーが、加入していこうっていうことだからですからね、空中戦非常に強いということで、今後ですねアーセナルが、チャンピオンズリーグ圏内にね、もう奇跡的に滑り込むためにはジルーの空中戦での強さっていうのは、必要になってくるかもしれません。レオザフットボールでした。明日は J リーグ見に行ってきます。お楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ。